新日本石油生成室蘭製油所の工場夜景、新日本石油生成室蘭製油所、エネオス室蘭事業所は、北海道室蘭市にあるエネオスの事業所。事業所の正式名称は、製造部室蘭事業所。1956年に、日本石油生成室蘭製油所として、創業開始し、2014年に石化工場へ、転換した、室蘭製造所は、 エネオスサイ北端の製造所として、大韓民国ウルサン広域市にある石油化学工場へ原料を供給するため、ガソリン、灯油の生産を行っていたが、当年ゼネラル石油との経営統合に伴う合理化策の一環などにより、2019年に石油製品の製造を停止して、北海道内向けの物流拠点となった。高さ180メートルの集合煙突は、 市民投票によって選ばれたムロランマリンブルーへの塗り替えを行い、2014年11月からライトアップを始めている。製油装置貯油設備付帯設備環境保安設備管理、施設1965年5月23日に発生した帰船ヘームバード三橋衝突事件は、原油を積載したノルウェー国籍のタンカー、ヘームバードが水先人の運行ミスにより、 日本石油生成ラン製油所の桟橋に衝突して、炎上、爆発、6月18日に沈下するまで27日間に、渡って燃え続けた。この事件によりも鳥船が沈没して、船長と機関員が死亡、ヘイムバードは採用不能となり乗組員8人が死亡、3人が負傷した。また、付近の住民にも一時避難命令が出されるなど、大きな海難事故になった。 国道37号沿いに位置している。室蘭事業所の中央上部には、室蘭港をまたぐ白鳥大橋が通っている。ありがとうございます。